今日はですね、この山奥にまだ未だに残る竪穴式住居を探索していきたいと思います。ここはね、一般人まずわからないし知らない。そしてなんかだいぶ前に市の調査も終わってるらしいです。だからすごいものは残ってるかどうか行ってみないとちょっとわかんないですね。では行ってみましょう。竹がすごい、これなんかタケノコも取れそう、竹が育っとるね。これイノシシとかいるの、これ何、この中あんの、この中すごいね。でもそのまま残っとうとか、でも道が悪いね、道がめっちゃ悪い。これ今日はね、長靴だからね大丈夫だよ。わ、すごいね、なんか森林浴状態。この上すごいとこ、どこに来る入り口、ちょっと行ってみていいの。なんかこの先に入り口が、あ、これわ、すごいね、これ懐中電気持ってますよ、ほら今日持ってきた。これすごいね、穴があるよ、これすごい、ちょっと待って、すごいね、これどうやったら電気つく、あ、ついとんのか、大きいのじゃないと、うん、ちょっと見えないね。これわかります、ちょっともうね崩れてるんですけど、これ入り口ですね、竪穴式住居。すごいね、なんか社会の本でしか見たことないから、本物にねいっぱいねあるらしいです。ちょっと待って、他にも見つけてみる。てかさ、すごいところ、すごいね、あれもかな、なんかこんもりしてるとこはそうだって言ってるんだけど、なんか結構葉っぱもすごくて、ちょっと、あー怖いなびっくりした、踏んだ葉っぱにびっくりした。ちょっと待って、他にどこにあるっちゃろう。葉っぱがすごくて奥になかなか行けない。ちょっと待って、これちょっとすごすぎる。あっしょ、奥に行くのが大変。ちょっとすごいよこれ。まあ、クモの巣とかなくてよかったけど、はあ、私虫が嫌いでさ、はあ、ちょっと今日過酷。あ、これもそうなのかな、はあ、ちょっと待って、いっぱいあるって言うんだけど結構探すの大変探せない後のは潰れてる。これも、これもそうなんだ、こんもりなっとるね、はあ、なんかね、これね登って山を登っていくのが大変ちょっとすごいな、あ、これもそうなんだって、はあ、これ潰れ刀剣ね、入り口がなんかもうわからん状態。とりあえずね、入り口はどこやったっちゃろうね。入り口向こうかな。よっしゃ、はあ、これ多分ね普通の女性は来れないですよ、はあ、ちょっと待って、はあ、昔ねこう100以上のね集落があったらしい。これトゲがある、トゲが、これもそうなんだって。ちょっと分かりにくいけどね、潰れてるんですね。他には、はあ、虫おらんけど、あ、これもこんもり
分かりにくいね。多分さっきのが一番分かりやすいね。あっちにもあるね。たくさんここ集落あったんだって。これ縄文時代とかそんな時代、多分ねこの辺掘ったらさ、きっと土器とか出てきますよ。すっごいね、もうこんもりと。やっぱさっきのとこが分かりやすいね。うん、よいしょ。こんなとこに住んどったっちゃね、縄文人は。すごい、よいしょ。どれ、あ、そこもか。やっぱいっぱいあるんだ。妖怪持ってきておけん今日。怖い。これ過酷すぎます。これ前代未聞の探索。大丈夫。さあ戻ってきました。最初のね大きな、ここがでも一番分かりやすいね。おお、中見えますか。あの中土下になっとっちゃう。結構広いのかな。入れる。入ったら出てこれんね。これね、これ玄関です。玄関。これなんで石大きいのが上にあるの。鳥型で両端から石を積んで上に、うん、へえ。これがまだ潰れとうかな、あれ、これ、うん、これがまだ低いはずや。あ、もっと ね、うん、立って入る感じや、うん、こんな石とかどうやっても自分出して。そうすごいね、これ大きいよ。両足石積んだよ、うん、これすごいね。この奥が気になるね。この奥、これ入ったらさ、出れんかな。ずっとこれ石を。奥広いとこいな。あ、周り石で全部囲ってあるったいね。すごいね。壁画とかないの。これはないんだね。壁画とかないんだ。へえ。いやいや、これめっちゃでかいよ、この石。これを積み上げて作ったのがすごいね。昔の人ね。これはすごい。これいっぱいあるらしいけどね、この中を探しまくるのもね結構大変ですよ。本当に大変。なんか古墳みたいやね、盛り上がった部分ね、うん、いやでもこんなとこ住みきらんね。悪いけど。こんな過酷な場所。あ、本当だ。あそこの上にも縦穴式住居、ちょっともう潰れてますけど、分かりにくいでしょ。なんか土が盛ったようなところは全部そう。そう。うん。でもさ、大雨とかの日はさ、危なくない？ね、土砂。そんなこと気にせんとか。そんなのは気にせんちゃんね。縄文時代の人たちは強いね。あ、ここにもあるって。すごいね、この集落。なんか穴があるよ。これは？これ関係ないか。何の穴やろ。なんか出てくるっじゃない？いやー、すごいね。ここ。もう、あ、タケノコ天国。こっち側に全部固まっとっちゃうね。こっちは何もないよね。どっから入るっちゃろ。見てここ、すごいところ。またそんな過酷な道を行く。怖いな。これこっちから行った方が絶対なんか安全そうに思えたけど、もう怖いもん。またずり落ちそうやん。てかさ、絶対抜けそう。どっか手持った方がいいじゃない。大丈夫。あ、怖い怖い。あ、怖い。おお。すごい道よこれ。ああ、こうなっとるね、なんか山に。
どっちから見たらわかるかな。よいしょ。入り口があればね、わかりやすいのにね。よいしょ。これもそうだって。もう入り口とかわからんね。これ多分掘り返さんとわからんじゃないね。普通の人が見ても多分ただ木が生えとる場所としか思えんでしょう。よしか。あった、はあ、ちょっとおいしょ。その穴んとこ、いやでもその穴ちっちゃいね。潰るでしょ。よいしょ。これが入り口だ。あ、ほんとやん。さっきみたいな石がある。下はこの下がいいだろ。へー、すごい。これ何人ぐらい住んどったっちゃろ。1個の4人とか、ね、家族で。すごい。でも中意外にあったかいっちゃろね。風も来んし、冬とかね。すごい。玄関発見。縦穴式住宅。建築住宅、住居か。こんなか見えるね。昔はね、こういう建て方をでも誰が考えたっちゃろうね。ね、すごいね。縄文時代の石。あ、なんかでも湿っとるね。湿っとる石が。こんな中はね、入ったらねちょっと出れなさそうやけ、やめとこ。絶対にもう。多分泥沼になる。へー。あ、ほんとやん。ここすごい、なんかさっきのとこよりなんか密集しとる。あ、わらびやないこれ。違う。あ、そっか。なんかわらびに似とった。あ、これわらびやん。これ違う。あ、違う。これもタラ。どれがタラ。タラのなんか天ぷらにするやつ、うん、これタラ。ちょっとへえ。食べれるの食べれるの分からんけどね。タラはね、結構ここね見るとなんかいろんな植物がいっぱいあるね。こっちにお偉いさんの家があるらしい。お、あ、これすごい。これすごいね。ちょっと雲。暗いね。これどっち？ここは広いよ。中？うん。ほら。今まで一番広い。ここが一番広いんだって。だからここ一番あの権力者が住んどった。お家、村長的なもんやね。村長。ここは、ね、綺麗になっちゃう。なんかどんぐらい広さがあるっちゃろうね。それが気になるね。なんかね。奥まで見える。うん、あ、雲もすごい。なんか見えるね。すごい。この中で村長たちが暮らしてたんですよ、ね、すごい。わらびだそうです。わらびてかこの辺ねめっちゃいっぱい生えとるよ、わらび。これさ、おいしい。若い人はあんまり食べんじゃない。わらびがいっぱいある。
親方が撮ってます。まあ、撮るだけは楽しいけどさ、なんか毒ダミやんね。これ毒ダミでしょ。何これ。え、これノイチゴ？食べていいやつ？あれヘビイチゴとまた違うね。あ、これノイチゴなんだ。へえ。